チョン。はい、見事なスーパーヒーローランディングで到着しました。皆さんこんにちは。 ATX に住み着いている、はい、タイガです。早速ですが、2月18日から私タイガが特命宣伝隊長を務める ATX 原宿アニメストリート2023が開催に。 ATX が原宿竹下通りをなんとジャックするのだよ。はい、タイガーですね、特命宣伝隊長だから下見に行きたいが、実はイベントスポットがどこなのかよく知らないんだよね。まあとりあえず行ってみますか。とどえい。おお、これが原宿アルタですか。むむ、これは開けてもいいのかい。ほい。ふん、ここがイベントスポットになるらしいぞ。原宿アルタでは ATX が企画した通り部やご中佐などの書き下ろしイラストを使用したグッズ販売をするぞ。よし、他のイベントスポットも探してみよう。とうとうとう、3回目だからね、3回パンをしてみました。なんだここは、原宿フレンド、なんだか会議で聞いたような。むむ、また手紙だ。これは開けてもいいのかい。ああ、そうだった、ここでは原宿アプリで購入したグッズを受け取れるんだった。ちゃんと覚えておかなきゃ。あー、そういえば朝から何も食べてないから、タイガさんお腹がペコペコだよ、何か食べたいが、なんつって。おー、ユーリンアン、なんだか和菓子が見えるぞ。早速入ってみよう。こんにちは。どうもタイガです。おお、おいしそうな大福がたくさんあるじゃないですか。じゃあこれ一つください。おや、また手紙があるじゃないか。開けるよ。おお、ここご中佐とコラボするお店だったのね。コラボ大福やドリンクを頼むと特典が手に入るんだった。お腹に物を入れたら食欲が止まらなくなってしまったね。ああ、他にも何かないかな。とう、やはり原宿に来たらクレープを食べなければ。お、マリオンクレープか。もう我慢できないね、タイガさん。今日は特別チートデーだい。このクレープ一つください。楽しみだな。なんだ、ここにも手紙が。しょうがないな、どれどれ。なーに、このマリオンクレープやその他のイベント協力店ではお買い上げ800円ごとに豪華商品が当たる ATX スクラッチくじを1枚もらえるんだって。あとアニメ作品や番組の宣伝も原宿でやっちゃおうということでポストカードの配布もあって、なんだか期待が膨らむぞ、なんつってね。とにかく作品とのコラボやこの街でしか楽しめない企画があるぞ。さらにタイガは優しいから紹介したスポットをマップにまとめておくぞ。ホームページや SNS にも載せておくからぜひ見てくれよな。よろしく頼むよ。いやー、しかし実に美味しかったね。エネルギーも補給できたし、そしてイベントの紹介もできたし、じゃあそろそろこの原宿から虎ノ門に帰るか。